近江一の元中遊無双の皇軍将兵の行くところ反戦草木一としてなびかざるはなく、全世界共断の大戦火はカッカッとして随所に挙げられたのであった。あるいは肉弾を持って敵統治下の銃眼を塞ぎ、強烈鬼陣をもなかしむる敵前上陸戦に、あるいは空陸一帯愛好をして一発必中、義心にいる清潔なる攻城戦に、添え旗へ帝国の支援を異議をしつつあった敵包囲陣の牙城は、一角また一角とついえ去っていった。昭和16年12月12日には、まずガム島割れに下り、23日には人をミンダナオ島の首都ダバオに日照期散たり、上駅島も23日ついに陥落し、再度にわたっての我が情けの降伏勧告を退けし、香港の岸壁英軍も両日に次ぐ猛攻撃に、12月25日午後5時50分ついに無条件降伏を申し入れたのであった。大本営日海軍部発表、12月23日午後5時45分香港島の一角に予前を保ちありし敵は、我が昼夜を分かたざる猛攻撃により、25日17時50分ついに降伏を申し入れたるをもって、軍は19時30分閉戦を命じたい。わり。総攻撃開始以来わずか14日、かくて英軍100年の大要塞香港、我が軍門に屈す。ついで12月28日午後2時、酒井陸軍最高指揮官、新見海軍最高指揮官を先頭に、我が攻略軍晴れの入場式は、波立ち騒ぐ香港湾島を圧して、威風堂々と挙行されたのであった。入場式に五穀の花と散った幾多の英霊も、カバネを戦友に抱かれて共に入場。この感激にこの外貨に幹事として名声を。